さあ始まりました。本日もジャスミンのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけども、9月6日午前9時31分 YouTube 録画しております。今日もまずビットコイン、それからイーサリアムですね、それからソラナを見ていきたいと思うんですけども、仮想通貨が4つの通貨を見た後ですね、その後にジャスミンですね見ていきますので、最後までご覧になっていただければなと思っております。それぞれ冷やしチャートを確認していきますので、ジャスミンとも比較しながら見ていただければなと思っております。まずビットコインの冷やしチャートからですね、冷やしチャートかなりねいい状況になってきてるんで、非常に今後の上昇に期待できるんじゃないかなと思っておりますけども、こちらビットコインなんですが、日本円でだいたい今日279万6千円ぐらいまで戻してきております。チャートの向きがいいんですよね、非常にいいと思います。それからイーサリアムなんですけども、こちらもねチャートの形がかなり良くなってきてますので、まあ、かなり上昇を期待できるんじゃないかなと思っております。 3.78% 上昇ということで、まあ、値段の方もねいい動きでありまして、23万円まで回復してきてますね、非常にいいと思います。それから BNB ですね。こちらも275ドルということで、まあ、値段の方はね、ちょっと芳しくないんですけども、まあ、チャートの形は悪くないのかなと思うので、まあ、300ドルぐらいにはすぐ戻せるんじゃないかなと、ちょっと個人的には期待しています。それから最後にソラナですね。こちらの方を見ていきたいと思うんですけども、こちらの方は 1.69% 上昇の32ドルぐらいということで、まあ、ちょっと見ていきたいと思うんですけども、それだけ今値段変わりました。32.8円ぐらいということですけども、まあ、値段の方は、まあ、相変わらずなんですけども、チャートの動きが良くなってきているので、こちらも40ドルぐらいには戻せるんじゃないかなというふうにちょっと感じてはおります。まあ、仮想通貨全体的に今日はね、力強いんです。ちょっともう一つ銘柄、ね、新しいのをちょっと見ていきたいと思うんですけども、一つ付け加えて見ていきます。アバランチですね、今日20ドルということで5ドル 5% ですか上昇になりましたけども、こちら結構強いですね今日ね。チャートの形はいまいちなのかなっていう感じはしないでもないんですけども、あでも強いですね、やっぱりね、こう急に買い物が入ってきたなっていう感じで、上げ方も強いですので、ちょっとこの辺に期待できるんじゃないかなと思っておりますけども、まあ、あまり注目度がやっぱりね、いまいち日本で取り扱いがないとかそういうこともありますので、ちょっといまいち注目度は低いんですけども、まあ今日は買われていたのかなというところで、ちょっと一つ追加しておきました。ジャスミンはね、じゃあどうなっていたのかですね、皆様と一緒に見ていきたいと思います。ランキング410位ということで 1.27 円なんですけども、 1.5% 今日しっかり上がってますね。まあ大体値段的にこのぐらいの水準のことが多いなっていう感じはするんですけども、冷やしチャートを見ていきますと、まあ値段の方はだいぶ下値切り上げてきて悪くないんじゃないかなという動きになってきたような感じはいたします。1週間のチャートを見ていきますと、ちょうどね1週間前に戻ってきたのかなという感じで、少し1週間前より上がっているような状況もあるので、まあ、最近ではなかった傾向なので、ここから期待できる可能性はあるのかもしれません。これ最後に月足チャートなんですけども、月足 1.6 円ぐらいがねレジスタンスになっているので、この辺までね戻ってくれるとちょっとね楽しみが出てくるんですけども、ちょっとまだまだ距離がねかなりありますよね。まあ、ただカップウィズハンドルのような形でちょっと大底をつけたような感じにもなってきたのかなというところもあるので、やっぱり1円割れはしないのかもしれませんけどね、私はちょっと怪しいと思ってますけど、まあ、状況的には悪くないんじゃないかなというところが最後見えたのかなと思いました。はい、今回もねジャスミンのチャート分析最後までご覧になっていただきありがとうございます。皆さんもそれぞれ意見あると思いますので、よかったらご意見あればね何か書いておいていただければなと思います。それからチャンネル登録まだの方、ぜひこの機会にしていただいて、見逃さないように一つしていただければなと思っております。今回もジャスミンチャート分析最後までご覧になっていただきまして本当にありがとうございました。